脳みそは24時間使っても疲れることはないよ。どうも、始まりました。ゴジスです。私がゴジスです。アーシスタントはヨキョンです。脳は、ね、疲れないって、うん、あれ、なんか疲れたな、脳が疲れたなと思うときは目が疲れてる。へぇ、脳、じゃあ目をつぶってればいいってこと。そうだね、情報、そうだね。寝た方がいいですよね。寝た方がいい、みんなもね。じゃあ、呼んじゃおう。クラゲーおい、はい、今日は一体何やるのかな。はい、今回お二人にやっていただくゲームは、先日配信されたばかりの本格 RPG ゲームなんだな。その名も、逆襲のファンタジカ、ブラッドライン。逆襲のファンタジカ、ブラッドライン？ NHK じゃないんだから。いやー、すごい、全部言えてよかったハラハラしちゃった。まあそうだね、君たち初めてだからね。さあ、ということでね、今回は、なんと、特別ゲストにお越しいただいてます。ここにいるの一体？こちらの方です。どうぞ。全然見当たらない。鈴木です。宇宙の果てからスーッときた感じで、ほのみちゃん、はい、ほのみんって呼ばれてるでしょ。ほのみんって呼ばれてます。絶対呼ばれてると思った。ほのみん、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい。でね、ほのみさんはね、何やってるか知ってる？なんだろう、あれかな、バーテンダーかな。シックな感じ、ね、かっこいい感じだから今日。バーテンダーとか頼んだろう。ジントニック超うまいんだよね。配分がすごい、ね、バカ。え、違うよ。違うね。トロミンは、逆襲のファンタジカブラッドラインの主題歌を歌われてるんですよ。面白かった。あら、すごい。タイトルとかは、はい、タイトルが Be the One と言いまして、この曲はすごくこのゲームのストーリーに沿った曲になっているんですけども、一人じゃなくて二人だからこそより一層強くなれるんだっていう気持ちを歌っております。ファンタジーな雰囲気がある楽曲になっておりますし、ゲームを始める前にとってもワクワクできるような。それはありがたいね。やっぱ、耳から入ってくる、そのね、あ、ゲームやってみたいなとか。そうだね、確かに、ね、はい、しかもね、このみは、なんとゲームの中の、キャラクターの声の出演もされてると、そうなんです。声優さんもやってるの？普段はアニソンシンガーなんですけど、今回あのゲームの中のキャラクターの声も出演させていただいてて、ガチリンの歌うこのみっていう自分のキャラクターを出演したんですよ。すごい影響力すごいですね。そんなすごいな。そのキャラクターはどんなキャラクターなの？そのキャラクターはあの巫女さんをイメージしたキャラクターになっているんですけども、バテンダーじゃなくて、はい、巫女さんのね、一回忘れてさ、その職業シュッとしてるからね。アフレコも頑張りましたので、あら、ぜひ聞いてみたい、してほしいです。ちょっとそっちも楽しみにしておいて。楽しみね。それでね、今回ね、まああのよりよくあのゲームのアドバイス等をしていただくスタッフさんにもお越しいただいてます。よろしくお願いします。お願いします。スタッフさんもシュッとしてる。バーテンダーじゃないです。バーテンダーじゃないです。ちょっとこれどんなゲームなんですか、でもね。なんか簡単にスタッフさんのゲームの説明を教えていただけますか。はい。逆襲のファンタジカというゲームがございまして、実はこちらは全世界で800万人ユーザーを突破した。すごいじゃないですか。はい、ゲームとなります。これがですね、新作、正統進化作となりますので、ぜひぜひ皆さんにも触っていただいて、また、ファンの方にもですね、改めてまたやっていただきたいなと思うゲームです。おわー、まだ全然わかんないな。何の情報はまだない。ジャス君、なんかわかる方法ないのかな。ジャス君、ないんじゃないかな、もしかして。ジャス君、どうしたの。コノミンが歌ってる PV もあるから。PV です。撮っちゃった。じゃあちょっと見てみる。はい、じゃああなたきっかけお願いします。はい、じゃあ行きましょう。VTR スタート。なんか耳を持つ。なんだ、
火が、ね、あ、火だ火だ、あ、お、全体悪いやつめっちゃ燃えてる中、お、英雄、あ、おお、あ、出た、ビーズマン、鈴木好み、好み、主題歌です。あ、二人、あ、決めた、しかもポップ、あ、かわいい女の子、かわいい、で冒険に出るんだ、冒険に、うん、寝起きでする冒険おお、おミッションボス、うわ、あ、凛とした人もいた、協力プレイ、あ、ヨタちゃん、うん、あ、すごい、あ、めめめすごい、うん、あ、すごい、あ、ほ、これ、なんだ、なんだ、今の、うん、おお、猫なのか、うん、お、あ、いっぱい、かわいい、こっち割れそう、うん、うん、お、食べんのかい。いやーすごい。いやーすごい。いい歌声。ありがとうございます。来ちゃった。ありがとうございます。え、でもあれ、コロミンのキャラクターは出た？出てない？今の中には出てない。あ、出てないのか。探しちゃったよ、うん。すごいキャラクターいっぱいいてなんかね。そうなんですよね。うん、キャラクター数も多いですし、一人一人キャラクターすごい魅力的なので。うん、ぜひ楽しんでほしいです。ジャスク、うん、今回は特別にちょっとプレイしてみちゃってもいいよ。おー、いいんですか？いいですか？大丈夫ですか？やっちゃっていいですか？もう、うん、クリアしちゃってもいいですか？できるもんならね。はい、画面こちらです。ドン。はい、ということで、あら綺麗だね。もうここから全てなんか伝わってくる感じがする、ね、もう早くもね、ちょっとね、この真ん中の騎士みたいなのがね、これあれでしょ、キーパーソン的な真ん中だから、でも一応キーパーソンにはなるんですかね。そうですね、うん、ゴージャスさん飲み込み早いですね。これ左のほら謎な、これこの左の謎なご婦人みたいな、これが強い、絶対強い。だからもうそこまで気づいちゃいました。早くも、うん、街並み、街並み、ほら街並み。あ、ゴージャスさん、あんまり見ないようにしてくださいね。そうですね、ストーリーで分かってくるといいかもしれないんで、行きました。それではタップトゥースタート。シャリアリンってどうしましょう、今回は同意しときます。いや、同意してください始まらないいつからだろう。お、プロボイス、この夢を見るようになったのは、おお、おお、大きい画面みたい。語ってくれた英雄、古きエルティアの物語。うん、エルティア、三人の英雄によってもたらされた、うん、穏やかな時の物語。あ、なるほど、なるほど。その世界は、おお、綺麗、今よりずっとずっと輝いていた。お、天空を彩る六色の光は六精霊の加護。六精霊、加護の光は大地を、それ六精霊ね、祝福されていた。うんうんうん、いつもここからイカがいる、イカタコ、イカ漆黒の翼が空を覆い尽くす。闇より生まれし漆黒の、さっき出たやつ、悪いやつです。その悪意の牙は、でも一番悪いやつじゃない、絶対もっと悪いやついる、絶対あいつは操ってるやつ。破滅へと誘われて、お、かっこいいじゃん、かっこいい。僕は知っている、ま、真ん中のがさっきのかな、夢の続きを知っている。そう、あれ謎のやつ、破滅を前にして戦う、パワー、者たちの姿強い。おお、すごいな、ちょっと傷だらけがあるだ、俺も顔見えなかった。傷つきながらも、あ、謎かい、謎なのかい。三英雄、三英雄、
おお、これかっこいい。おお、サネユが。おお。おいけ。どっち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 勝つの。いつもはここで終わる不思議な夢。やめかい。でも今日は。え？結末？この夢の結末は。どっち？お、はい、お、当たった。お、うん、お、ゲーム画面に。ゲーム画面。お、英雄の3人だ。うん。ひとまず乗り切って。現状報告。報告してくれ。はい。現有戦力はこの場にいた。大魔導士。のみじゃ。うん。本体との連絡は少し前から途絶えおって、うん、全体の戦況は全くわからんというところじゃの。じゃの。舞台そのものの立ち上げ。すでに舞台にして。もはや引くこともままならない。うん、いけない。相変わらず調べてたな。おお、逆方向でもいいぞ。これ逃げ道を考えなくてもいいんだぞ。うん、前に進むだけだこいつは。やれやれ、お主は気楽で良いよ。頼もしいというか、なんというか。うん、あ、そうだよ。俺に言わせてもらえれば、無事です。また質問3人が残ってるだけだからな。うん、うん、どちらかというと貴様ら二人の暴走に俺が巻き込まれているわけだと思う。こういうのは別にして、弱気なことでは困るな。こういう時はかっこいい言葉の一つを言ってもらわせた。うん、そうだ、あえて言うとする。お前の親友を信じる。お、それうよ、全員戦闘準備。よっ、ほら行くぞ。これはタップして、タップしてキャラが移動、うん、はい。そして次のペース、近くに敵の近くに行くと、自動で、あ、自動でね。うん、そしてオールアイコンで全員を操作。お、全員も操作できる、うん、アイコンをタップで別に操作。お、まあ、オールアイコンで、よいしょ、閉じて、よいしょ、よいしょ、スタート。敵をすべて倒せ。よいしょ。敵中央を突破する。行くぞ。おお、もう敵がこう来ちゃうのね、来ちゃうのね。やすくん、もうちょっと真ん中で戦ってくんねえかな。ハハ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 。ほら、お、みんな個別に、ほら、個別に、ほら、やばい、こっち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 最前線で戦いたいと思います。ほら、お、これでスキル上にクリック、ゲージを貯めれば。お、OK、行きましょう。明日のね、これ使える、これ使える。ほら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 、おお強い。なんだすごい、まだ使える、やっぱりみんな使える。わしに敵対したこと後悔するがよい。あ、今あれだったね、誰もいなかったね。そっか、近くでやらないとダメなんだ。ちょっとこれ取っといた方がいいんですかね。もう全部使っちゃった方がいいんですかね。どんどん使ってください。使いましょう。お、デルタエンド、かっこいい。おー強い、戦後へ行きましょう。また溜まるよ、また溜まるよ。結構早いですね、溜まるね、溜まるけど、ちょっとこれ取っとこない、うんうん、無人はね、ちょっとそう、こいつ使いたい。お、こういうことでしょ、ダフさん。やりますね。こういうことでしょ。ゴージャスさん、飲み込み早い。こいつを先にやっつけないと。このザコはこっちは。これ使いますね。役割分担で。あとは自分で勝手にやってくれますんで。勝手に。お、楽ちんですね。よし、あとはたまるの待つだけ。これ決まるでしょ。これ決まるでしょ。いきますよ。あ、なんか待って、まだ見えない。あ、ここでボスだ。あ、じゃあ溜まって、溜めたでよかったな。なんだ、絶妙な位置にいません。飛んでる。ようこそ、セリフから招かれず。お前が総大将か。思ったより貧弱そうなやつだな。おかしいやるな、ちょっと何か怖いよ。
これはご挨拶ですね。いかにも私が治安維持部隊を任されているアルシエルと申します。ほら絶対どうかお見知り。アルシエル T シャツとか作ったら売れそうですね。治安維持だと、貴様らの世界では一方的な侵略をそのように表現するのか。名目などいかにも上が何を考えて。対話終わったらすぐ使いますからですけどね。私のことは同じですし。上か、まだまだ面倒な相手がいそうじゃの。少しは年寄りをいたわろうという気はないのか。年寄りの申し訳ありませんね。私としても気の乗らない命令ではありますが。ちなみにこれ夢ですもんね。さて、あれあれ、それでは少し早い。あれ夢のあれじゃないの？さっき言ってなかった？よし行きましょう。あ、何何この演出。なんだ。おお危ない、危ない。届くの？無事届くでしょ。ほらちゃんとその位置にいるから。ほらどうでしょう、ほらどうでしょうこれ。え、ま、全然全然やばい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 。わしに敵対したこと後悔しない。使った使った。もう全然減らない。これあれやばい。回復は回復いないよ。どうしよう。でもあっちも攻撃してこないから。またお溜まるよ。ほらほら溜まるから。おお、ハマったんじゃない、ハマったんじゃないこれ。ほら、でも、あ、なんか増えた。ちょっと大丈夫、ザコだからあんまり感じなくていいから全然。ザコの力は全然大丈夫。うるさい、デルタエンド、うるさい。あれあれあげる、こやつらの魂だけでもなんとか転生させねば。あれ、えもうもう負けを転生魔力が発生しない。術が完成する前に魂が崩壊してしまう。やばいやばいやばい。何者じ？魔術を極めし大魔導士エルゲイルがメイズ。おう、この世界に再び訪れるであろう激動の時代へと我らが魂を転生してしまうこと。ダメ、ちょっと待って。一人は鋼鉄の肉体に似つかわしい武人、武士の精神とも合わせ持つ武人。その名はガフ。ガフ、我らを導く気高き聖天使、その名は。あ、やられた。私星いけるのかな。ちょっと一回やってみますね。いけるかどうか。ポチッと。いけた。いけた。どうなんだ。転生できるかな。お兄ちゃん。夢か、そういうこと、そういうことだ。夢だったの？夢じゃない。あ、夢だけど夢じゃない。お兄ちゃん起きて。手を、あ、選べる。ニーナの声をする。うん、あともうちょっと寝たい。あと5分。普通しても寝ちゃう。うん、お兄ちゃん全然ダメ。あら、カエルの、カエルちゃん可愛くないですか。め
か？めっちゃ喋ってる。だってここに乗ってたんだよ、うん、この世界はカエルが喋るの？ねえ、ちょっとこれリゲル、リゲル、ニゲル、ね、ニーナとリゲル、大自然の森の中で培われた王妃、リゲル、ボディブレス。カエルがボディブレス、え、かわいい見たい、絵で見たい。あのちっちゃいカエルがビタンできたってこと？そうか、 かわいい現実がないでね、うん、ドロドロしい、あのこのぐらいのサイズの目に、目に、目に、目に入ってんだよこれ。しかもちょっとヌメヌメするみたいなね、うん、うん、あ、これ どっちだこれね、毒のやつだよ、毒じゃないよね、これなら確実に起きるね。ちょっとこの妹おはよう、お兄ちゃん、もう朝だよ。声が超可愛い、かわいい。お兄ちゃんってボイスもう一回再生してほしい。あ、リゲルの方じゃなくて、あ、リゲルも可愛い、リゲルも可愛い。ねえ、お兄ちゃんすごくうなされてる、うん、大丈夫？勇者になって戦う夢を見てたの？うん、うん、子供の頃にロロがよく聞かせてくれた昔話の夢、うん、なんかとても不思議な夢だけど、ニーナも見るって話だよね。え、二人とも見るね。え、じゃあほら、こっちがガフ？二人名前、あれじゃなくて、もしかして二人で転生してきたの？ってこと？そうなの？ガフだった。これが大魔導士だから。違うけど。そんな、わかんない。カエルになっちゃったの？わかんない、わかんない。ちょっとわかんない。あんまり変なこと言わないようにする。想像はみんなするかもしれないけど、想像自由だよね。そうそう、これが初見プレイですよ、ね、うん、町から離れた狩猟小屋まで来たけどさ、うん、結局一匹も見つからなかったし、うん、いや、今日は帰らねばぬ。ロナも心配しておるじゃろうし、進みには出発したいところじゃ、うん、なので気を入れて午前中は抹茶スライム探しじゃ。うん、抹茶スライムも普通のスライムも強さは大したことはない、うん、スライム食べるの？あれな、あの四角いやつ、うん、美味しそうって思ったさっき。出るかも、商品化するかもしれない。いいね、ね、わしが食べてやるの。やっぱりそうじゃない、欲しい。でもなんかイラストが、うん、うん、そうなんだよね、そうなんだよね、うん、古い書物みたいなね、うん、味があって、ね、はい、絵本みたい、うん、さあこちら、うん、じゃあニュー行っちゃいましょうか、うん、アフラン島からこちらニューに、こっちと、こういう言葉でもさっきのでいいので、こちら、ね、いいですかね、聞くんだよ、はい、訓練お願いします。行きましょう、パーティー、二人とも行けるんだ、かわいい、ゲスト、うん、次、まあ、バトルはね、さっきので、さっきの、はい、さっきのはでももうだってハイレベルな戦いよ。すごい、曲も壮大でいいですね、BGM がすごい、ね、美しい、美しい、さあ、行きましょう、おさらい、画面をタッチすると歩ける。スライムが出てきたらタッチして近づいてみよう。モンスターに近づけば、あとは自動的に攻撃する。体力、敵の体力をゼロにすれば退治できるが、もし体力がなくなると倒れてしまう。はい、タップして移動。そして、おお、ピンチアウト、ピンチイン、大きくなるんだ。ね。戦い方も見れるんだよ。遠距離ジョブ。うんうんうん、はい、それは近距離ジョブ、うんうんうん、はーい、レース、はい、とりあえず慎重に倒していく方が良いだろう、いきましょう、ちょっと水は、みんな気をつけて、お、いた、近づいて、近づいて、あ、燃えちゃった、
ほら、あ、これ回復回復か回復か近づいて近づいて近づいて回復フィナーレ。まあね、またたまりますから。そうなんだ、妹ちゃんは回復なんだ、めっちゃ可愛い。回復だけ本気したいのかな。でも魔法使いなのかな。遠くから狙うタイプですよね。うん、遠距離タイプの魔法使いかな。降りたな。うん、抹茶スライムいなかったね。抹茶スライムレアなんですか。諦めるの。うん、あ、OK。 おー、妹遠距離でもちゃんと攻撃してましたね、うん、近づいちゃった。はい、どんどん進んでようかな。え、いや違くて抹茶スライムは抹茶スライム同じこと言っちゃった。抹茶スライム食べに行かないと、うん、抹茶スライムがね、はい、ゲットしたいところだけれども、うん、お時間が来ちゃいました。うわあれ、好みのキャラ出た。まだ出てません。この動画何もそうだ。とりあえず素敵な世界観っていうのと抹茶スライムを食べないっていうことを紹介するけど、その先教えてよくらげ。まだまだ気になるでしょ。気になる、ね、だからご覧のユーザーさんは、うん、すぐにダウンロードして遊ぶんですよ。で皆さん、あとやってみなさい、抹茶スライム。抹茶さん、そしてね、気になってる君たち、うんうん、次回もやりましょう。やばった。次回はじゃあ抹茶スライムを大量にゲットしてくださいね。それからさ、はい、コノミンの歌、うん、ねえ、やっぱ聴きたいね。聴きたい、行きますか、一曲歌ってもらえますか。歌ってこれで俺たちこうやってゲームやってすごい、もう贅沢、ね、おかしいでしょ。え、そんな安い歌じゃないよね。なんか好みの歌が聴けるとかってなんかあるんですか。はい、あります。11月5日、うん、私の20歳の誕生日当日に幕張メッセイベントホールでバースデーライブを。すごい、すごい、ありがとうございます。20歳って産んでてもおかしくないよ。私も、ね、ちょっと、はい、ちゃん娘もう迫ってきましたが、ね、まだまだ大丈夫ですか。じゃあ、はい、来られる方ぜひ一緒に楽しみましょう。詳しくは、うん、ライブ特設サイトをチェックしてみてほしいです、うん、そして、うん、今日、ご紹介した客集のファンタジカブラッドライン、うん、主題歌 Be The One ともどもよろしくお願いします。果たしてこんなしっかりしてるって、すごい、すごい、売れる予感。スタッフさん絶対話さない方がいい。話しません。ジャス君、ジャス君抹茶スライムの差し入れ持ってったら。そうですね。大丈夫か、大丈夫か、羽いじめたいと思って怪しいなってなっちゃうから大丈夫かな。顔パスになるというね。はい、ということで皆さんもダウンロードしてぜひとも遊んでみてくださいね。はい、ということで本日はここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。二十歳で一番今何してる時が一番楽しいの？え？二十歳で今散歩してる時と、なんか最近天気がいいんで、うん、ベランダで涼しんでる時が一番楽しい。超可愛い。全く擦れてない。そうだね。うん、となんかよくおばあちゃんでもそう、ね。よくなんか縁側っぽいねって言われちゃう。でも安心感。あんまり変わりないのか。変わるわ。